はい、こんにちは、アムです。全体回復武器やってきました。聖女装備福引き、完全に賢者回復向けの装備ということで、今回はググッと60連ですね、がっつり引いていきたいと思います。これはね、力を入れていきたい方もいるんじゃないでしょうか。おっと、虹来ました。6個目くらいだったかな、1個まず来ましたね。今回本当に武器がね、全体回復、今ね、複数、お、外観のヘルミン、はーい、光のタクトをこうダブルで使うような感じで使っているので、全体回復がね、本当は2つね、2種類ぐらい欲しいところなんですね。全敗していまして、今のところ。あ、何言いました。はい、さあ、虹が1個ですね、今回も引いていきます。びっくりした、ガチャ引いて撮影してる時に尻立ち上がったの初めて。何に反応したんだろう。何にもこうそれっぽいことは言ってなかったんですけど、なんか押しちゃったのかな。さあ、あー、外また、あれ、今回はもしや前回のグレートアクスに引き続き、そんなことある。怖くなってきた。前回ね、なぜかグレートアックス祭りが開催されてしまいます。あ、3個だよ、3個、3個なんて初めて。あ、来たー、やったー。これは嬉しい。聖女のコンです、狙いの武器が来ました。念願の、しかも3つも虹がねあるので、ちょっと最後まで引いていきましょう。わあ、マジか、え、3つもあるの初めて見たけど、なんかこのね展開、なんかまさかの展開を、こうなんかね、シリがね予測していたんじゃないでしょうか。さあ最後、じゃん、しかも、え、ダブルですよ、やば、え、どうしたんだろう。これはシリ発動すると引けちゃう説ありますね。確定までいきます。40連目です。これは可愛い装備だから、じゃあ次はこのね、身につけるものですかね。お、どうしちゃったんだろう。どうしちゃったんだろう。前回あれだけグレートアックスしか出なかったのに、お、雷神の槍ですね。雷神の槍はかなり出てます。結構かぶりがね多いんですが、レインにね弱い敵が多かったので大活躍してくれて、お、めっちゃ流れる、めっちゃ流れる。え、あ、なんか右半分がね、右半分が金になりましたが、金はちょっと違うかなっていうところでスキップです。はい、じゃあ確定含めのラスト10連いきたいと思います。お願いします。もうコンは引けたとはいえ、あ、虹がとりあえず1個いますね。確定の子がいって、あ、1個かないますが、今回はね、もうほんと収穫があったので嬉しいところですね。ちょっとはかどりそうですね。ちょっとかね、メガモンとかかなりね強くなってきていて、2人回復じゃないとちょっとオートはきつかったりとかねするので、これでねかなりはかどるんじゃないかと。したきました。じゃーん、うわー、大勝利ですね。聖女の衣は、スライム耐性がついて、上着呪文ダメージアップ。あ、戦闘時の道具、MP 回復効果プラス10っていうのがついてますね。聖女の甲は、回復魔力が96、マナーサがついてたりするんですね。で、聖女の恵みが全体回復。ティアラの方も、下装備と同じような感じの
ものがついているみたいですね。ということでかなりねちょっと引きが良かったのでドキドキしてしまっていますが、こんな時もあるんですね。第3章のねイベントも来ていて、結構フィールドにね知らないお供になるねスライムたちが出現したりもしているので、引き続きお家の中が中心にはなりますが遊んでいきたいなと思います。最後まで見てくれた皆さんありがとうございました。なんか嬉しい日になってよかったです。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。